はいこんにちはポップですエフェクトチャンネル7月14日水曜日本日もチャート分析と今後のトレードポイントについて解説をしていきます順番はいつも通りクロス円のベドル円から始めましてユーロ円ポンド円5ドル円そしてドルストレートのユーロドルポンドドル5ドルベードル,ドル最後に新興国通貨のメキシコペソ円南アフリカランド円 トルコ、リラ円の順番で解説をしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。昨日から今日にかけての為替相場、特にクロス円に関しては、まちまちな動きをしている形でございます、えー。ドル円に関しては、昨日の経済指標の発表、CPI の好結果を受けまして、一気にドル高、えー。そして逆にユーロの方は下方向に沈むというところ。 えー、ポンドと5ドル円に関しましては、ほぼ同じような動きをしておりますが、方向感がない形で、えー、推移しているというところでございます、えー。個別のチャート分析と今後のトレードポイントは、えー、後々ね、えー、お話をしていきますが、まずは全体の相場感ということで、株式相場見ていきたいと思いますので、えー、世界の株価のサイトをご覧いただきましょう。はいえー、こちら、世界の株価のサイトでございます。えー、まずは、昨日のニューヨークマーケット。 ダウ平均は前日比マイナス107ドル。終わり値で3万4888ドルということで、0.31%、えー、わずかな下落ということでね、1日の取引を終えました。えー、CPI の発表が良、えー、かったというところで、まあ、ドルは、ねえー、上がったというところでございましたが、逆に長期金利も上がったというところで、まあ、株,式株式相場にはマイナスに働いたというところになっております。 そして本日の東京マーケット、日経平均も下げております。日経平均は前日比、マイナス109円。終値で28,608円ということで、0.38%。ダウと同じぐらいの下落率ということで、1日の取引を終えました。そして時間外取引、ダウの方は70ドルほど下げている状況。 そして日経平均の時間外取引も50分前に比べまして約、ね、20円ぐらい落ちているということで、まあ、株式相場は、ね、高値圏でありながらも CPI の発表を受けまして少し弱含んできたというところでございますそしてアメリカの長期金利これは、ね、昨日乱高下しましたがやっぱり CPI の好結果を受けて、まあ、早期のテーパリングが、ね、想定され始めたということで一時は、ね、1.425%まで上がった長期金利 今は1.4%を少しばかり切るというところでございますが、まあ、昨日の水準よりかは、ね、高い長期金利でございます。ドル円の方も今は110.429ということで、一時、ね、110.70ぐらいまで上がったんですが、ちょっと長期金利が垂れてきたというところから、ドルの方もね一旦は調整が入っているという形でございます。そして今日も、ね、経済指標が準備されておりまして、 こちらの方ね、ご覧いただきますと、まず終わってしまったものとしましては、11時のニュージーランドの政策金利の発表ですね。こちらの方は、もちろんね、金利の方は据え置きというところでございますが、とうとう早期の金融緩和の縮小、いわゆるテーパリングが表明されました。それを受けまして、ニュージーランドドルはね、普段は解説をしていないんですが、ニュージーランドドルご覧いただきますと、 えー、このような形で、ね、11時の段階で大きく吹き上げまして、えー、77円から77円50銭。今もその上側ということでね、まあ、ニュージーランドドルの方は早期テーパリングということが、まあ、いち早く、ね、打ち出されておりまして、まあ、こういったところが、ねえー、完全に表明されたということで、一気に上がっているというところでございます。えー、そしてですね、えー、政策金利関係の、えー、結果はね、えー、まだまだ続くような形でございますが、えー、今日の予定としましては、 あとはですねこちら、トルコの中央銀行の政策金利、今19、19%という高い水準でありますが、エルドアン大統領はね利下げをしたいという気持ちがありますので、サプライズが出るかどうか、そしてカナダの政策金利が23時の発表、そしてですね25時ですね、こちらの方はパウエル議長の発言があるということでね、ね、まあ、少しばかりアメリカ絡みではないところもね、ねこちら、経済指標が準備されているというところでございます。 そして、あとね、ポンド絡みでは15時にね、CPI の発表がありまして、こちらもね、結果が良かったということで、えー、ポンドの方はね、一旦、えー、153円ぐらいから、えー、こちらの方まで吹き上がっているというところでございます。まあ、ちょっとね、前置きが長くなりましたが、えー、それではね、個別の解説に入っていきたいと思いますので、えー、クロス円のベイドル円ですね、左上の方からご覧いただきましょう。はいえー、こちら、1時間足となっておりますので、えー、縦の軸の区切りが1日ごとの区切りというところになっております。 なんといってもね、昨日の発表されました CPI ですね。ここで一旦下がっていて、110円20銭ぐらいまで下がっていたドル円でございますが、一気に吹き上げまして、110.50。ここをタッチする。一旦はね、戻るかと思いきや、再度ね、ニューヨークマーケットで大きく吹き上げまして、最終的には110.50を超えてクローズ。 1>, 1回、東京マーケットでも、えー、上値の、ね、110.70ぐらいまでつける場面がありましたが、まあ、最終的には、ね、今、押し目をつけているということで、110.50、これを割り込んでいるというところでございます。 今後の、ね、トレードポイントに関しましては、ターゲットになりますが、1つ110.50ですね。こちらの方が気にしないといけない水準かなと思いますので、まず、ね、110.50にラインを引かせていただきますと、まあ、こんな形で、ね、過去にサポートラインが入っていたところ、そしてレジスタンスラインも機能していたところでございますが、一旦こちらを破ってしまっているので、 今後のトレードポイントに関しては、一旦たん110.50割り込んでしまったので、今、こちらの方がね上方向に上がってきても、再度110.50でレジスタンス、いわゆる平均足が要線から陰線に切り替わったところでは、ショートを狙っていくというところがよろしいかと思いますし、あと強い動きが出てきまして、移動平均線およびこの110.50を上回った場合ですね、その場合はレジスタンスラインがもちろんありますが、 そのね、110.50の上側でサポートを受けるようなところがあれば、ここはね、上方向に伸びる可能性があるということで、ロングを組んでいく。つまりは、110.50を基準としまして、まあ、ここでね、レジスタンスを食らったらショート。そして、サポートをその上側で受けたらロングを取っていく。このような考え方でよろしいんじゃないかと思いますってね、皆さんの相場感とともに参考にしていただければと思います。 はいえー、以上でね、えー、米ドル円の解説を終わりまして、続いてユーロ円ですね、えー、こちらは終始弱い動きをしておりますが、えー、こちらを見ていきましょう。 はい、ユーロ円の方はね、昨日はひたすら東京マーケットが終わってからね、下げ続けたということで、一時は131円にタッチしたものの、それ以降ね、いいところがなく、CPI の発表のところではね、少しうろうろしたような形でございますが、130.50、過去のこのサポートラインになっていたところもね、こちらもサポートライン入っておりましたが、ここを一気に割り込んでしまって、どうしてもね、反発を抜けきれないというような状況で、反発ができない状況でございます。 えー、ということであればね、えー、このトレンドはまだ続く可能性がありますので、移動平均線が右下下がりで落ちてきているということであれば、やはり移動平均線を基準にしていただきまして、まあ、移動平均線がこんな形でね、えー、これから変化してくると思いますので、移動平均線の下側で、 今、要線が2本続いておりますが、これが陰線に切り替わるところがあれば、えー、ショートを組めるかなと思いますので、移動平均線を超えることがない反発があったところでは、えー、レジスタンスがあったところでは、えー、こちらはね、しっかりとショートを取っていく。要線から陰線に切り替わったところでショートを取っていくというのがよろしいかと思いますし、逆に、えー、この移動平均線をね、一旦超えてしまった場合は、ちょっとね、この辺りの下げが長かったので、 えーまあ、売り圧力が強くなるということで、まあ、むやみに、ね、ロングは取らなくてもいいかなと思いますので、まあ、こういったところ、サポートが入ってからまた考えていく。えー、今のところは、えー、特にロングは取らなくても良い,いと思っておりますので、あくまでもレジスタンスを食らった場合のみ、ショートを狙っていく、えー。このような考え方で、上方向に行った場合は、えー、こちら、上値が重いというところから見送りでよろしいんじゃないかと考えておりますので、参考にしてください。 はいえー、以上でね、ユーロ円の解説を終わりまして、続いて、えー、ちょっとね、強くなってきております、ポンド円の解説に入っていきましょう、はいえー。ポンドの方はね、レンジ相場になりつつあるということで、えー、まずサポートに関しては、昨日ね、えー、破ることができなかった152.50、えー。ここのところにラインを引くことができるかなと思います。 その前の日ですね、こちら月曜日でございますが、ここでもサポートを受けておりまして、そして先週もね、152.50付近でサポートを受けている。まあ、ここがね、当面のサポートでなりますので、まあ、ここを破るのは少し時間がかかるからと。そして上方向に関しては、153.50と、やっぱりね、切り板の153円。こういったところでね、レジスタンスを食らう可能性が出てくるというところでございます。 えー、ということであればね、えー、ちょっとこの辺りはなかなか難しいところでありますが、一旦はね、今日のポンド円は方向性がないというところなので、ちょっとね、えー、この辺りは積極的なトレードはしなくてもいいかなと思いますが、えー、ただね、153円、えー、ジャストですね、えー、ここのところレジスタンス食らう可能性もありますが、上抜けてもね、やっぱり、えー、こちらのところね、えー、過去のレジスタンスを食らっているところですね。 まあこういったところの重しがあるというところもありますので153円上回っても特にロングを取る必要はないから。 かといってね、153円でレジスタンスを食らったとしましても、こちら、落ちるのは限定的ということで、153円50銭、152円50銭ですね。ここのサポートラインがありますので、まあ、しばらくはレンジ相場と見ます。152円50銭から153円50銭。まあ、私はね、レンジ相場はやらないという形になっておりますので、まあ、このあたりはね、今日は推奨トレードはなしというところでございますが、もしね、あのこういったレンジ相場が好きという方がいれば、150 52円50銭あたりでサポートを受ける機会があれば、えー、しっかりとロングを取っていくこれはね、えー、陰線から陽線に平均足が変わった場合ですね。 逆に153円50銭ですね。このあたりでレジスタンスを食らった場合は、ショートを取っていくというね。まあ、こういったレンジ相場を想定していただければよろしいかなと思いますので、まあ、もちろんね、ロングを取る場合は、割り込んでしまったところではストップロスをかけておく。そして、ショートを取る場合は、こちらもね、上方向にストップロスをかけておく。こういったところが必要だと思いますのでね。まあ、レンジ相場が好きな方は、152円50銭から153円50銭。こういったところを意識してね、レジスタンス入った ショートそしてサポートが入ったらロングでよろしいかなと思いますんでねまあ私は個人的にはねちょっと難しいかなと思いますんでトレードしませんが挑戦する方はね152.50と153.50こういったところを意識していただいてもよろしいんじゃないかと思いますんでねよろしくお願いいたしますはい、えー、以上でねポンド円の解説を終わりまして、えー、クロス円の最後5ドル円を見ていきましょう はいえー、5ドル円ね、ちょっと拡大する前に、えー、ポンド円と見ていただきますと、ほぼほぼね、同じような動きをしているのが分かるかなというところでございます。まあ、よってですね、えー、5ドルのところも、レンジ相場というところが、えー、想定できますので、下は82円ですね、き、まあ、昨日も、えー、こちらね、えー、82円付近でレジスタ、サポートが入った、その前もね、月曜日も入っているというところと、直近の高値に関しては、えー、昨日のね、東京マーケットでつけました、えー、82.75付近ですね。まあ、こういった レンジ相場、ここの過去のレ,去のレジスタンスは、ここの部分でもねサポートで入っておりますので、まあ、こういったね大体、えー、いい75ピプスぐらいのレンジ相場になっているかなというところでございます。 よってあまり移動平均線は意識しなくてもよろしいかと思いますので、先ほどのポンドと同じような考え方でよろしいかなと。えー、まず下に、えー、上に上がった場合からいきましょうかね。えー、82円75銭ぐらいでレジスタンスを食らった場合、えー、そして平均足が要線から陰線になった場合はショートを組みつつ、下方向に落ちた場合は82円ジャストですね。 こういったところで陰線から陽線に切り替わるところがあればロングを取っていく。まあ私はレンジは好きじゃないのでやらないという形でございますが、ちょっとね、ここのレンジを上抜ける、下抜けるというのは難しくなるかなと思いますんでね、まあそういったところ、トレンドが出てからという方はね、でそこをブレイクしてからでよろしいかと思いますが、レンジが好きな方はこのね、75ピプスぐらいの レンジをね、狙っていただくというところでよろしいかと思います。えー、重ねてとなりますが、ショートを取る場合は、レンジをブレイクしましたら、えー、ロスカットをするというところと、えー、ロングに関してもね、割れたら、このあたりはね、しっかりとロングの決済をする、えー。こういったところが必要になろうかと思いますのでね、レンジ好きの方は、えー、ぜひね、挑戦していただければというところでございます。はい、えー、以上でね、クロスエンの4ペア4通貨の解説を終わりまして、続いて、ドルストレート3ペア3通貨の解説に入っていきましょう。 はいえー、ドルストレートはね、ユーロドル、ポンドドル、ゴードルベイドルの順番でございます。まあ、総じてですね、移動平均線が今、右下下がりで、えー、ユーロドルの方は弱く移動平均線の下側で平均足が位置しておりますが、えー、ポンドドルとゴードルベイドルは、えー、移動平均線をね、今、上回ってきているという形になっております。 それではね、ユーロドルの攻め方からお話をしていきますが、まあこれね、移動平均線が大きく右下下がり、まあ昨日ユーロがね、下げ続けたというところでございますが、ユーロドルもね、いいところがなかったという形になっております。まあこれであればですね、やはり移動平均線が今後も下がってくることが想定されますので、まあこちらのパターンに当てはまる場合ですね、 え下がってきまして、ちょっと反発してますんでね、角度が緩やかになると思いますが、この辺り、移動平均線の下側で、要線から陰線。これ、要線がね、長いこと続いておりますんで、陰線が2本続いたぐらいがよろしいかなと思いますので、こうなった時にはショートを取っていただく。そして、上抜けた場合は、やはりこの辺りは上値が重い。ひたすら下げていて、ロングでね、逃げ遅れちゃった方もいらっしゃると思いますんで、そういった方はね、まあ 反発が入ってもなななかかかロングは取りにくいいと思いま,すまあ、やれやれの戻り売りがね、出てきますんで、こういったところであれば、ショートだけ狙っていく。移動平均線の下側で、要線から陰線、そして陰線が2本続いたところで、ショートを取りつつ、上方向はね、ちょっと上根が重い感じがありますので、まあ、ここはね、ロングは捨てていただくという形でよろしいかと思いますんで、参考にしてください。 はいえー、以上でね、ユーロドルの解説を終わりまして、続いてポンドドルの解説に入っていきましょう。 はいえー、ポンドの方もねレン、ポンドドルの方はレンジ相場でございます。先ほどクロス円のところで、まあ、レンジ相場というお話をしましたが、えー、ドルストレートもね、ややレンジ気味になっているというところでございます。えー、ここはね、3本引かせていただきますが、まずは1.39ですね、えー。ここは月曜日から火曜日にかけてのレジスタンスライン。そして1.3850もこちらがね、サポートラインになっておりまして、レジスタンスにもなっているライン。 そして最終的には下方向でね、こちらもラインが1.38に引けるということで、まあ、こういったね、50ピプス刻みのちょっとね、レンジになっておりまして、今はレンジの加減の1.38から1.3850の間というところでございます。 ちょっと私の方はね、えー、このいったレンジ相場はやらないというのは、えー、クロスエンでもお話ししましたが、まあ、レンジが好きな方はですね、えー、こちらのまず1.3850、ここで要線から陰線になる、えー、もしくは下がってしまって、えー、1.38付近でサポートが入る。 まあこういった動きがあったところでは、要線から陰線えこちらは陰線から要線になったところでは、ショートとロングを取っていくというところがよろしいかと思いますし、あとね、勢いよくこちらの1.3850を上回った場合は、ショートを取る場合は、こちらですね、1.39のところで、要線から陰線に切り替わるところ、過去のねレジスタンスラインを真似ていただければと思いますが、こういったところがあれば、ショートが組めるかなと。そして、上回ってから反発があった場合は、 場合ここはね、ちょっと難しいところになりますけどね、うん、ここのロングは、えー、取らなくてもいいかなと、ちょっとこの辺りね、やはり、えー、取り残された、急に下がっているところがありますんでね、えー、こういったところは、えー、非常に売りが厚いという形なので、まあ、一気に、ねえー、上に上がった場合で、要線から陰線になれば、まあ、ショートは取れるかもしれませんが、ここでね、えー、ずるずるっと上がってサポートを受けた場合は、 ちょっと上値が重くなるかなと思いますので、まあ、このロングは捨てていただいてもよろしいかなと思いますのでね、まあ、それぞれ、えー、レンジの、ねえー、場面が50ピプスずつありますが、まあ、私自体は、ね、ちょっとこういったレンジ相場はなかなか好きじゃないのでやりませんが、レンジが好きな方は、ねえー、こういった50ピプスずつのレンジを、ね、意識していただきまして、えー、ここを背中に向けて、えー、ロングショートを重ねていただく。えー、1.38から1.39ですね、えー、ここで、えー、真ん中の50ピプスのところを引いたところですね、えー こういったところがサポレージになりやすいというところでございますので、えー、ちょっとね、このあたりは意識をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、えー、以上でね、ポンドドルの解説を終わりまして、えー、こちら、ドルストレートの最後、ゴードルベードルを見ていきましょう。ゴ、はいえードルベードルもね、ややレンジ気味になっておりますが、ちょっとね、上値が重いかなというところがね、想定される形でございます。 こちらもラインを引いていた方が分かりやすいかなと思いますので、えー、引かせていただきますとねまず今週のレジスタンスラインは0.75ジャストですねこちらのところが月曜日ぐらいから、ね、火曜日にかけてレジスタンスが入っているというところでございます そしてサポートラインは昨日ね、オーバーシュートがありましたが、また元に戻ってきました0.7450。ここの部分ですね、まあ、ここ、オーバーシュートが起きて、かなり大きな、ね、下ひげでございましたし、今日もね、一旦割り込む場面がありましたが、今上に上がってきたということで、結局はね、0.7450から0.75の間のレンジ相場からというところでございます。ちょっと移動平均線が無視されまくってますよね。 えこういったところ、サポートが入ってもおかしくないところを破ってしまいましたし、まあこういったところね、一回レジスタンスを食らったんですけど、また上方向に上がるということで、なかなかサポレジが効かないということであれば、まあこういったね、0.7450から0.75のね、間のレンジ相場と想定されますので、まあしっかりとね、上に上がった場合、移動0.75の下側で、要線から陰線に切り替わるタイミングですね。まあここの部分を見ていただければというところですが、こういったところでショートを取りつつ、下方向はね、 ちょっとここのロングは微妙かもしれません。まあ、昨日オーバーシュートで崩れていますからね。下方向に垂れた場合はちょっと ちょっとロングを取るかどうかというのはね、私は避けた方がよろしいかなと思いますが、まあ、ロングね、好きな方は、しっかりと0.75でサポートが入ったら、陰線から陽線に切り替わったところでロングを狙っていくというのもね、一つの手段かもしれませんのでね、こういったところを意識していただきまして、50ピプスのレンジでございますが、好きな方はね、ここでトレードをしていただくというのも一つの選択肢としてよろしいんじゃないかと思いますので、ね、参考にしていただければと思います。 はい。えー、以上でね、ドルストレート3ペア3通貨の解説を終わりまして、えー、最後にね、新広告通貨の方を見ていきたいと思います。 はいえー、新興国通貨はね、まずはメキシコペソ円から見ていきたいと思いますが、えー、メキシコペソの15分足ですね、えー、これ1日の時間軸でございます。えー、ちょっとね、昨日のところ、えー、こちら、欧州時間から一気に下げておりまして、ニューヨーク時間のね、えー、ところ、えー、CPI の結果を受けましても、えー、下げてしまったということでね、まあ、ドルが強くなった分、えー、ペソの方はね、間接的に弱くなったというところでございます。 まあ多少ね、えー、ドルが戻して、えー、また戻して下げてきましたので、少しばかり反発しておりますが、えー、どうしてもね、えー、元気が出ない、えーまあ、下げに比べて反発が弱いというペソでございます。えー、そして、えー、60分足ね、えー、1週間の時間軸でございますが、えー、ここのところね、まあ、5.45から5.55の、まあ、レンジ、できれば、えー、この、ねえー、レンジの上限と言いますか、えー、5.50から5.55の間をうろうろというところでございます。 まあ今はね、手を出すタイミングではないという形でございまして5.45ですね、ズバリこちらまで待つ相場が続くんじゃないかと思いますので最後、冷やしチャートを見ていただきますと冷やしチャートをご覧いただきますとね、ちょっとレンジ相場の中でもまあ トレンドが、ね、なくなってきているというところでございます。えー、レンジの方は5.3から5.6と見ておりますので、えー、その、えー、ちょうど真ん中になりますね。えー、5.45。ここは、えー、直近のサポート、そして過去にもサポート、サポート、レジスタンス、レジスタンスが起きてますので、まあ、サポレジになりやすい5.45からロングを取っていきつつ、えー、その1個下のね5.4ですね、えー。こういったところでも、えー、過去のレンジ相場のサポートがありますので、まあ、5.45から5.4ぐらいからですね、 ロングを仕込んでいく全体の地合いが悪くなって円高方向に進んでいったところでロングを取ればよろしいからとそして、まあ、自律的に反発をしたところで利益確定するという形でよろしいかと思いますのでね5.5、まあ、を上回っている状況であれば特に手出しは無用と考えておりますのでね、えー、皆さんの相場感もあろうかと思いますが参考にしていただければと思います、はいえー、以上でね、えー、メキシコペソ円の解説を終わりまして続いて南アフリカランド円、えー、こちらを見ていきましょう はいえー、ランド円ンドは、ユーロと同じような動きをしておりまして、終始ね、昨日は下げ目線だったというところでございます。えー、ターゲットとしておりましたね、えー、7.6円を、えー、一気に割り込んでしまいまして、その後、7.5円で今、サポートを受けてるというところでございますかね、ちょっと反発が弱いので、もう一段下げる可能性も十分に考慮する必要があろうかと思います。 60分足見ますとね、今までの7.6円でサポートがしっかり入っていたというところがね、結局、ヘッドショルダーの3層の形をしまして、このね、ネックラインの7.6円を割り込んでしまった。一気に7.5円まで来てしまったということでね、まあ、引き続き7.6円、7.5円、そして7.4、7.3とね、まあ、買い下がっていくというのはね、昨日の解説でもしておりますが、こちらをね、冷やしを使って見ていきたいと思います。 まあえー、と頂点の、ね、この8.1を超えたところから徐々に下がってきておりまして、えー、移動平均線もね調子いい時は右肩上がりのその上側に平均足が位置しているというところでございましたが今は完全に逆転して移動平均線が右下下がりその下側で、えー、こちらね平均足が推移しているというところでございます。 そして、過去のサポートライン見ていただきますと、まあ7.6円からね買っていきましょう。7.5、7.4、7.3という形でお話しておりますが、過去ね、やっぱりサポレジが入っているところが、この0.1円刻みというところでございますんで、まあ、今後ね、今、7.5円つけておりますが、ここもね、えー、あまりエレバレッジをかけずに、まあ7.4でも7.3円でもね、えー、ロングが取れるような水準でロングを取っていくという形がね、この新興国通貨のメキ、えー、南アフリカランド円でですね、よろしいかと思いますんで、 今後も7.5円、まずね、今、うろうろしておりますが、もう1段階、ね、下げても、もう2段階下げても買えるような証拠金で買っていってもいい水準じゃないかと。えまあいえー タイミングによってはね、こちら、ランドの方も吹き上げるところが出てくると思いますので、まあそういったところでね、利益確定できるように、えー、ちょっとずつ仕込んでいくというところでね、十分な証拠金を持ちながら、えー、今はね、買い下がってもいいタイミングかなと思っておりますんで、まあこのあたりね、えー、皆さんの新興国通貨に対するね、考え方もあろうかと思いますが、まあやっぱりショートは取らず、 地合いが悪いところでね、えー、しっかりと、えー、下方向で仕込んでいくというところ、そして、えーまあ、回復したところで利確をしていくという考え方でよろしいんじゃないかと思いますのでね、参考にしていただければと思います。はい、えー、以上でね、南アフリカランド園の解説を終わりまして、最後にトルコリラ園を、えー、見ていきたいと思います、はいえー。トルコリラの方は相変わらず小動きということで、15分足は、えー、ほぼね、えー、5ピプスぐらいしか動いていないというところでございます。 え60分足見てもね、1週間の時間軸でございますが、まあ、上は12.80ぐらいから下は12.60ぐらいということで、まあ、20ピップスぐらいしか動いていないというところでございます、えー。トルコの方はね、もう繰り返しとなりますので、サクッと解説をしていきますが、えーまあ、ロングが取れる場面が2つありまして、まずい、e、い場面ですね、13円を上抜けして、その上側で陰線から陽線という形で、冷やしベースのサポートが入ったところ、えー、前回はね、移動平均、えー、この、 13円抜けたところで上ヒゲで押されちゃって押されてしまいましたので、13円上抜けてからの、えー、サポートが入ってからロング。えー、そして、えー、悪い場面での拾っていくところでございますが、史、え、上、ー、最安値が12円というところにありますので、ここを破った時には大きくねオーバーシュート、えーまあ、ロンガーの、ねえーまあ、損切りを含みながら下げるというところがありますんで、まあ、そこもレバレッジを抑えて拾っていくというところ。えー、この2点かなと思いますので、まあこの12.50から13円のね動き 動きをしているタイミングというのは特に、えー、トレードをねしなくてもいいんじゃないかなと思いますので13円上抜けか12円割り込んだところ、まあ、こういったところで、えー、特定の動きが出たところで、えー、ロングを狙っていく、えー、こういった形でよろしいんじゃないかそして、えー、今日はね政策金利の発表ということでエルドアン大統領のサプライズの、ね、圧力があるかもしれませんので、えー、こういったところはね十分に注意していただくというところ、えー、20時に発表がありますので気をつけていただければと思います。 はい、以上でね、今回の、えー、通貨ペアの解説ですね、10ペア、10通貨の解説を以上といたします。えー、本日も21時から YouTube ライブ始めていきますんでね、えー、お時間ある方、最新の相場感を共有されたい方、そしてご質問のある方ね、えー、ぜひご参加ください、えー。それではね、週の折り返し、水曜日を終わりますが、えー、まだまだね、あと木金と、えー、お仕事もね、トレードもありと思いますので、頑張っていきましょう。そしてお時間ある方ね、21時の YouTube ライブでお会いしましょう。バイバイ。